新下関駅は山口県下関市秋根南町一丁目にある西日本旅客鉄道日本貨物鉄道の駅である下関駅管理の直営駅山陽新幹線と在来線の山陽本線との接続駅山陽新幹線は駅のすぐ南方に新幹門トンネルの入り口が見える本州最西端の新幹線停車駅で新幹線開通後に 駅周辺が下関市の副都心として発展したことから、当駅が所在する下関市、勝山地区は、その駅名にちなんで新下関地区とも呼ばれる。事務官コードは80万656を使用している。新幹線開業前の新下関駅周辺の空中写真国土交通省国土画像情報をもとに、作成南北方向に走る山陽新幹線と、 東西方向に走る山陽本線が直行する立体交差駅。山陽本線の北側に東口と西口、山陽本線の南側に山陽新幹線開通前からの出入り口であった南口が位置する。新幹線改札口があり、幹線道路に接続する東口が主たる出入り口になり、バス停等は東口に配置されている。東口 西口と南口の間の乗り継ぎ通路には距離があり、新幹線高架下の連絡通路の一部にオートウォークが設置されている。かつて南口から新幹線ホームに向かうにはこのオートウォークを利用する必要があったが、現在は新幹線ホームの小倉より端部に南口に直結する連絡階段が設置されている。下関市内で2カ所しかない自動改札機の 設置駅であるが、愛古家はサービスエリア外で使用不可。山陽新幹線の中では開業当時からの反転フラップ式案内表示器を使い続けた駅であったが、2006年に LED 式電光表示器に取り替えられた。徳山駅などで見られる EX、IC 利用者向けの在来線 IC カード間読み取り機は当駅にないため、 EXIC 利用者は必ず新幹線、改札口を通る必要がある。新幹線は16両編成対応の短式、島式ホーム2面3線を有する高架ホームである。在来線は相対式2面2線の地平ホームを持つ。下り線ホームは南口駅舎に直結している。5番乗り場は存在せず、対比線となっている。山陽新幹線の線路は ホームの北側で西側に分岐して電流線が設けられており、さらに電流線を折り返すように地平の山陽本線に並行するように改造線が伸びている。この降りた場所が新幹線保線基地である。校内には新幹線乗務員の異常事態応能力向上のための訓練施設である新下関新幹線乗務員訓練センターが併設されている。本線と 保線基地とを結ぶ改装線などを利用しており、約 1km の区間を実際の車両を使用しての訓練が行われていた。2016年頃から JR 貨物のシャーツ貨物取扱い駅として扱われている。不定期列車ではあるが、北九州貨物ターミナル駅からのレール輸送の高速貨物列車が当駅に停車し、貨車の開放を行う。かつては、 下関駅弁あたり株式会社が駅弁の製造・販売を手掛けていた。同社は2010年7月に徳山駅弁当とともに小郡駅弁当と合併し消滅した。過去に小郡駅弁当が販売していた主な駅弁は下記の通り。1日の平均乗車人員は以下の通りである。山口県の駅では下関駅、新山口駅。 徳山駅、岩国駅に次いで5番目に多い。また、2019年度の1日の平均運輸取扱い収入は868万7000円で、これは JR 西日本管内の駅で41番目に多い。駅前に立つ山口弁の歓迎看板新幹線、開業前は、あたりは一面水田が広がっていた。住吉神社の祭日のみにぎわっていたが、 新幹線開業後は住宅地として発展した。現在は高層マンションや団地、下関市立大学、東和大学などの学生アパート、またショッピングセンターなどの施設が多い。新下関も参照。夢して流通金融機関商業施設、宿泊施設、宿泊施設の多くは中心市街地に集中している。 路線バス高速道路西日本旅客鉄道産業、新幹線浅駅から新下関駅国連。ありがとうございます。